優勝戦2号艇の赤坂俊介選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は1コースからコンマ11のスタート、逃げての1着で優勝ということになりました。はい、順位振り返っていかがでしたか。逃げれたので良、はい、かったです。はい、スタートもバシッと決められましたが、はい、今節足の方なんですけれども、どんな感じで推移していったんでしょうか。最初は伸びが弱かったので、はい、伸び寄りにやって、伸びは普通ぐらいかな。やっぱその分出足は落ちてって感じですね。はいはい、どこかつけたらどこかがちょっと落ちるかなという、僕の合わせ方ではそうなっちゃいますね。はい、準優はしっかり逃げるための足を仕上げていったと。一応そんな感じで、はい、調整しました。はいはい、優勝戦の枠は2枠ですけれども、これはまた調整面で別のところを引き出していきますか。そうですね、準優勝戦のまんまじゃちょっとのセッティングじゃちょっと厳しいので、はい、またちょっとプロペラとか、取り付けも考えながらちょっとやっていきます。はいはい、予選道中は指しての1着というのもありましたし、そのあたりをイメージしていかれますか。多分そうなると思います。はいはい、スタートの方はこれは自信を持っていけてる感じでしょうか。スタートは、はい、全速でいけてます。はいはい、それでは小島は6連続で優勝ということになりました。そしてトーチ初 V がかかる一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、優勝戦も精一杯します。お願いします。